セガサミーフェニックス公式チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。セガサミーフェニックスの渡辺由美です。道場亮です。監督の吉野です。はい、ということで今日は前回に引き続きフェニックスオリジナルグッズ企画ということで、エミリーグポップアップストアを手掛けた印藤さんにやってきました。いやー、来ましたね。インドアさんといえば前回ですね、茅森さんと、はい、近藤さんでとも来たんですけれども、はい、いやもうね、もうバラエティがもうすごく豊かで、いろんなものがあって、すごい、もう1時間ぐらい見学できますよね。うろちょろうろちょろしながら、あ、このアニメ懐かしいとか、あ、このグッズかわいいみたいなね、ずっと見てもらってます。オタクの私にとってはもうほとんどがうおーみたいな早速グッズのデザインを見ていきましょうか。はい、はい、フェニックスグッズをね、考えたんですよね。はい、行きましょう。それではですね、今回もですね、Mリーグポップアップストアでおなじみの、インドアさんに、お願いしたいと思っております。インドアの、では寺田さんと成瀬さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。インドアの寺田です。成瀬と申します。今回もインドアさん来たんですけども、やっぱりさまざまなグッズがあって、今回大谷さんも、東条さんも目がもうギラギラしてましたけど、なんかいいものありましたかね。2人とも言ってたんだけど、靴がマジで可愛かった。ね、靴可愛い。個人的にマジ欲しい。靴ですか。靴ってあの どんなタイプの、ハイヒールみたいなやつじゃないですよね。いや、そうじゃない。なんかなんだろう。触ってもいい。触ってもいい。ああ、そう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 。はいはいはい、あの右赤い方とか。赤い方とか。こういうやつとか。どうですか。なんかデザイン性の高いね、靴で、なんかどんなデザインとか。もしやるとしたら、でもなんか難しいな、デザインって。フェニックスのベタなこうマークとか、これ、あの実際じゃあ試合の時とかに履くこととかもできるんですかね。はい、できると思う。デザインによっては、大丈夫大丈夫。だからフェニックスの新ユニフォームの柄とか、全面じゃなくて、もそのなんかちょっとかっこいい感じにしたら、選手もファンの人もお揃いで靴履けるっていうのはちょっとありかなと思いましたけどね。いいですね。頼んでた、ね、グッズのデザインもどんな感じになってるのかなってちょっと楽しみですね。おこちらにおデザインご用意させていただきました。ビクトリーが出せるの、いや、あのかっこいいですそのデザインはかっこいいんだけど、ビクトリーちょっと出さないなんかこれビクトリーいらない、急にポチンポ感なんかねビクトリーいらないかな、うん、あとは東条選手ご希望のはいです、ね。あいいかも。シンプルで渡し感がちょっともうちょっと欲しいかな。なんかっていうか、なんか、逆に言うと私だけ渡し感強すぎて嫌だ。確かに。え、待って、これ以外だってみんな、近藤さんの、近藤さん一応ね、あ、これね、こう、か、かっけ軸ね。これはなんかもうね、あの、テンション上がりますね、そのかっけ軸ね。かっけ軸です。かっけ軸。かっけ軸。かっけ軸。かわいいんだけど、なんか私だけ渡し感満載のグッズできたな。全然いいと思う。濃いよね。うん、ビクトリーで。ビクトリービクトリーちょっとなビクトリー消してもらおう。なんか代わりに入れなくていいんですか。そうですね。必勝にします。いや、やだ。なんかパチスロガイルみたいな。角度によって、あの、絵柄が変わるやつなんで。これ、これ何 ?1 個でこうなんですか。見たい。でもないですもんまだ。ああ、ね、これまだデザインか。もうちょっと私感を出したいから、もうこれだとね、フェニックスグッズだもんね、ただの。シンプルなフェニックスグッズになっちゃうから。東条東条の色じゃん。東条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 ビクトリーの。いや、でも東条が登場だねー。英語にしないじゃん。東条が登場、英語にしない。ビクトリーあげる。いやいや、くれないな。いや、ビクトリーにするならビクトリーにする。キャップのバイザーがフラットなタイプだったら、ここにも入れられるんで、この裏に登場が登場。ちょっと顔上げた瞬間、登場が登場。この形自体も変えれるってことですか。形
たちもこういうタイプか、あともうちょっとドーキャップって言われる、もうちょっと柔らかい感じで、ここもこう、まあ、丸くなってる、こんな感じの、はい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 、一部の熱狂的な東條さんファンはやっぱ東條は東條なんですけど、割とあの一般の方はね、東條さんの求めてるファッション性だったりこうちょっと、そうだったんですね、あのファッションあのおしゃれ番長な感じでしょ、多分おしゃれ番長って出ますね東條東條おしゃれ番長仲間にこうすごいダサい自分でおしゃれ番長って言ってるやつおしゃれじゃないここだけじゃなくて他のとこも入れられたりするんでこんな感じで、あーかわいい、本当だ、かわいい、裏側にネームとかつけれるんで、そこにおしゃれ番長、おしゃれ番長、ちょっとこっそり今んとこデサイクソダサいですけど大丈夫ですかちょっとだってでかくないここいやでかいけど触らないよ、触っちゃったもんね、こんな感じかな、超シンプルになっちゃった、さっきお話にあった靴なんですけど、うんうん、まあこんな形どうかなっていうのをちょっと渡させてもらったので、なんかこれがなんかね、うん、使いやすそうというか、でも2種あったらいいなって思うんですけど、うんうん、なんかこのバージョンとこのバージョンとなんか選べたら一番いいなと思うけど、うん、靴ってちょっとサイズがあるから、あ、確かにちょっと大変そうな気がするんですけど、うんうん、でもとりあえず選手が履いて、うん、プラスね、あのファンの方も同じの履けたら結構いいような気がするんですけど、うん、例えば売り方で受注生産とかにして、うんうん、あ、受注生産できるのいいですね、まあ、ある程度やっぱりご注文いただくっていうのが必要になっちゃうんですけど、うん、まあ、そこはいけるでしょうってことで、はいはいはい、何個ぐらい売れればいいんですか、売れたらいいな、売れたらいいなか、どうかな、自信ないけど、例えばその選手の、うん、とりあえず選手の皆さん用が普段履いてもらったり試合で履いてもらうよう作らせてもらって、はい、でそれで反響あったら、うん、じゃあちゃんと商品化しましょうみたいな感じでもいいんじゃないかなと思って、はい、うん、先週終わったら私これがいいかな、うん、これも私は好きだけど、うん、多分かやもりさんがこういう形好きだったはずなんで、うん、まあみんなでそことかね、うん、みんなで履けるのはこれかなって感じで、これね、これがこういう、こういう感じになって、うん、いいと思います、うん、はい、ということでですね、また今回我々いろいろな案を出してしまったわけなんですけれども、こちらの方またグッズ化お願いできたりしますよね、そうですね、できる限りこうご希望に沿った内容を盛り込んで、はい、いい感じにデザインの方ご提案させてもらえればと思うので、はい、ありがとうございます、お願いします、それではですね、前回の動画でも触れさせていただきましたが、今からですね、お二方にグッズを作っていただきたいと思います、今からですか、今からです、今から今からです、フィギュア、フィギュア作るらしいよ、フィギュア楽しい、やる、やる、やろう、やりました、何を作れるんでしたっけ、ですね、このデザイン案の一番奥、監督の目の前にある T シャツの前のプリント選手のお二人に実際に作ってもらおうかなと思います、これは楽しみですね、ちなみにはい、T シャツとか刷ったことあります、どんな、まあ、ないんですけど多分できますね、あ、すごいね、でもね、私あるあるあ る, あ る, あ, る, あ, るあるんだ、でもね、なんかね もっと簡単なこうペタッてやるやつなのかな、なんか昔小中学校の時のなんか体験でね一回だけやったことあるけどもう忘れちゃった、そういう体験あるよね、あるある、うん、あれは楽しかった、一応前回美術、あ、図画工作の成績誠一さんと海森さんに聞いて2人とも良かったんですよね、お二方はどうですか、良かったですよ、あ、いいんですか、うん、私図画工作ってやる気あれば結構高得点くれますよねあれはでもね、やる気評価、やる気評価、そうそう、出来とかじゃないから、なるほど、やる気で図画工作はしのげると、うん、しのげましょう、もうずっと5でしたね、評価は5です、5です、なるほど、じゃあ期待できますね、これはね、はい、じゃあちょっと準備の方させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、なんか気持ちよさそう、テテテテテっていうビジョンが入ってます、さあ結構やってまいりました、僕はやったことほぼないんで、そうなんですね、手作りで作ってないってことですよね、そうですね、さっきの工場の画像なんで、普段工場の方が
そうですそうです、やったことはあるよっていうレベルです。同レベルです、同レベルです。これでこれを回って、おー、これなんかいいの、おー、授業中に、あれ、なんでもこれじゃダメか。いい感じに。これが失敗例です。なるほど。でも寺田さんでもこうなるってことですよね。からのですね。からの。いや、さあ、ちょっと自信持ったね。逆に。意外とできないもん。この板に対して45度ぐらいで、結構力強めで押し付けて、グッて引く、はい。で、またちょっと強めでグッて上げる。感じです。やります。はい。さあ、行くぞ。もうやんの、うん、え、それなんか75度ぐらいじゃない？あれ角度。マジ？うん。ちょっと角度違う気がするな。あ、これね。いけた。で、こっちで溜まったインクをまた上に持っていく感じです。あ。いや、いけた。大丈夫、大丈夫。いけた、いけた。あって声聞こえました、ね。いや、いけた。あって。はい。開けていいですか、開けてもらえるといいんですか、バキバキさんにいいんですか、おー、おー、いいじゃないですか、何これ面白いじゃないですか、結構力強い、お、なんかもう慣れてる、ね、結構さらっとした、ね、さらっと、5000枚ぐらい釣れそう、え、嘘あれサラッとダメだったか、いやでもね、いやちょっとね、おしゃれ、これかっこよくない、やっぱサラッとやったらこうなっちゃったな、グラデーション、グラデーションが、グラデーション作りめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい、味ある、かっこいい、天才、さあ、行くぞ、え、45度でしょ、さっきユミこれぐらいでやってたの、これぐらいでやってたけど成功してたから、よし、ね、これ良さそう、どうなんだろう、お、良さそう、いいよ、いい感じでしょで、こっちからも、はい、あ、でもね、ちょっと気持ち力弱い気がするないや、でも大丈夫じゃないか、いけるかな、あ、これいきます、あーあー、なんかすごい、これ大丈夫かな、あ、これね、あ、やばい部分ありそう、デレデレデレ、おー、濃くない濃いね、濃くない、私のなんか主張、いや、力強いわ、力強い、うん、第2弾、いきます、え、ちょっとでもこれ30度ぐらい見えるな、ちょっとこれぐらいかな、お、いやいいんじゃないですか、これ帰りが難しい、あ、そうなんですよ、あ、滑らかじゃん、うえー、あ、すごい、すごい、メロメロ、あ、でもね、なんか、はい、なんか、なんか、そう、あ、お披露目、この辺が、え、何それくっついてる気がする、大丈夫かな、また来たよ、端っこがね、盛り上がる、端っこね、なんかね、ガバできちゃうんだよな、どうしても、力強いね、相変わらず、もっと倒してもいいじゃない、本当に、うん、いくよ、せーの誰に相手してるえい、いくよ、せーのせーのってなんだせーのってはい、できた、はい、あ、綺麗じゃん、綺麗じゃん、すげえ、めっちゃ綺麗なんだこれなんだこれめっちゃ綺麗じゃん、あ、一番綺麗ほぼ完璧な、やったすごっ、調子に乗って2回目は失敗これぐらい、いくよ、せーの
定感は。いくよ。いらっしゃい。せーの。はい、完璧です。完璧です。完璧です。ただ、いいじゃん、いいじゃん。プロフェッショナル。練習してたんじゃない？何でもできちゃうんだよね。でこれあんまり何往復もしない方がいい感じ。そうっすね。1往復で。1往復で。あ、ごめんなさい。ドキドキして。シューシューシュー。イメトレね。でもなんかうまくできそうな気がする、せいちゃん。いきますよ。行ってください。うん、結構力入れてる。あ、なんだこれ。ちょっとムラっとして、あ、でもなんか。良さげじゃない、うん？いけんじゃない俺。うん、やっぱでも結構力入れる。これ力入れすぎてどうこうとかないですか？あ。ないっすね。ないっすか。そんなにはないので。そんなにはない。はい。行きましたよ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これがプロの作品。なるほど。あれ？いや、ちょっとブツブツしてないか、これ。ブツブツしてるよ。薄かったってことかな？ちょっとあれかもしれないです。力が、こっちが弱かった。あー、左右のバランス。そうか、そう。左右のバランスだね。さっきなんつったっけ？せーのっつったっけ？行くよっつって。じゃあ行くよ。はいよ。せーの。いいんじゃないの？めっちゃ息止めてた。よし。じゃあ帰りも行くよ。せーの。いいんじゃないの？正規体の王将。おお、いいんじゃないの？これちょっと綺麗じゃん。完璧にやりました。できました。やったね、綺麗。お見事。二度は失敗しない。なるほど。いや、 T シャツとか作れて面白かったですね、うん、はい、すごいいろんなグッズも見れたし、うん、T シャツ作るのも楽しかったし、うん、マジこれこれいい奇跡の産物、これマジで、うん、グラデーションのバランス完璧、うん、いやー、リオちゃんがね、もう着てすこういてるのかなって先生して撮ってるのとか言ってたんで、うん、あ、大丈夫とか言ってどうすんねん、乾いてなかったらしかも私のやつまだ乾いてないらしいよね、暑すぎて、はい、いろんなね、グッズの案も出て、そちらの方ね、随時いろいろこう作っていきたいと思いますのでね、うん、楽しみにしていただきたいかなと思います、はい、え、ちょっと小耳に挟んだんですけど、はい、このグッズ、9月9日のファンミーティングでまさかお披露目ですか？実は、はい、そうなんですよ。スーパーやってたっけ？実は、はい、そうなんですか？安い。1万円は違います。高いじゃない。高いな。はい、はい、そうなんですね、はい、で当日はですね、ファンの皆さんと触れ合う時間とかも、用意しようと思ってますので、うん、ぜひお楽しみにしていただければなと思います。楽しみですね。です。楽しみ。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。マイマイ。